そういえば、鹿児島県の馬毛島に訓練施設ができるって話だったがどうなってるんだ？基地や訓練施設ができるのはあんまり、歓迎されないみたいだから進んでないんじゃないのかな。確かに他の県の前例を見ても基地や訓練施設が、設置されるのは地域住民などの反対で話がなかなか進まないよね。でも、馬毛島の訓練施設に関しては、ちょっと今までとは違うみたいなんだよね。馬毛島は、鹿児島県種子島の西方12キロの東シナ海海上に位置している小さな島で、面積は820平方メートル、周囲 16.5 キロの小さな島なんだけど、急にこの小さな島が話題に上がるようになってきたよね。その原因は日本とアメリカの日米安保条約に関連した施設整備計画が持ち上がったからなんだ。今回はその馬毛島と日米安保の関連性、中国の反応などを見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。馬毛島が注目を集めたのは平成19年に硫黄島に変わる、当時の種子島、屋久島一市三町は議会で反対決議を行うなどして、地域としては受け入れを容認できない姿勢を示していたんだけど、その後も沖縄の普天間基地の移設候補地として検討されるなど、馬毛島は日本とアメリカの防衛基地としてその度に注目されてきたんだ。まあ、当然すんなりとは受け入れてもらえないよな。やっぱり地元に軍事施設ができるのはいい気がしないもんな。今でも基地がある周辺の地域では事故や事件も起きてるもんね。できれば地元には基地は作らないでほしい。が正直な気持ちだね。この話が持ち上がったのが、まだ平成時代のことだからね。地方自治体や地域住民が反対するのも無理はないよ。なんせ戦争を経験した人たちがまだまだ多い時代だからね。基地ができると、その地域が真っ先に攻撃を受ける可能性があるという、一部の人たちの主張にも説得力があったからね。そして何よりも当時と今の違うところは中国の動きだよ。当時から中国は尖閣諸島の領有権を主張していたんだけど、今ほど領海侵犯を当たり前のように犯し、大胆な挑発行為を行っていなかった。だから当時は、基地を作ることで隣国を刺激し、軍が攻めてくるかもしれないという考えがあったみたいなんだよね。でも、今となっては違うよな。中国が当たり前のように日本の領海を犯してくる時代だもんな。逆に基地がある方が抑止力になると思うぞ。うん。そうなんだよ。2022年に入り当時反対運動を行っていた地方自治体や地域住民が、その麻薬の行動を取るようになってきたみたいなんだよ。2021年頃から、馬毛島への訓練施設誘致を早く進めてほしいと、賛成決議を行うようになったそうなんだ。地方自治体や地域の人たちが中国の脅威を真剣に考え出したってことだろうね。皆がよく見るテレビの報道などでは、未だに反対意見が多いように取り上げられているけど、実はその麻薬で、地域住民は賛成派が多いということらしいんだよね。住民は、現実的に考えてやはり最近の中国の大胆な動きに脅威を感じてるんだろう。これは、ちょっと深掘りしすぎかもしれないが、一部の政治家や他の地域からいきなり現れ反対運動を先導している人たちがいるようなんだ。地域住民のふりをして、反対運動を行う活動家みたいな人たちだ。これは沖縄の普天間基地の反対運動でも同じような人たちがいたようだね。一部の政治家や一部の国民の中には日本の国土を守るのではなく、売ろうとするような人たちがいるってことなんだよね。アメリカと日本の軍事基地を作られて困る人たちか、中国寄りの思想を持った人ということだな。2022年2月には、鹿児島県種子島にある中種町の町長が、九州防衛局種子島連絡所を訪れ、馬毛島の自衛隊施設の早期推進を求める要望書を岸信夫防衛省宛てに提出したんだ。同日、同じく種子島にある南種町の町長も、同連絡所を訪れて早期推進を促す要望書を提出。これで種子島にある3つの自治体のうち2つが足並みを揃え、自衛隊施設の整備推進を訴える行動に出たんだ。なんで2つの自治体が足並み揃えて行動を起こしたんだろうね。それは、馬毛島は西の表市の行政区域であることから、是非を発言する立場にないとして明言を避けていた領長だったんだけど、西の表市議会が計画に賛意示す意見提出を可決したにもかかわらず現職の矢板市長が反対の姿勢を崩さないために、それに業を煮やした領長が行動に出たんだと思うよ。3つの自治体のうち2つは賛成してるんだろ。
西之表市の市長はどう動くか今後見ものだな。そうだね。西之表市が今後どのようなリアクションを取るのか非常に気になるね。西之表市は市議会による設備賛成の決議を無視したまま、八重田市長が反対の姿勢を崩さない状況が続いていて住民も二分されている状況になっていると言われてるんだ。朝日新聞社出身の八重田市長はどう考えているのか？反対意見が住民の相違とは言えない状況で、どう動くんだろうね。うん。あの新聞社出身なのか。ちょっと察した。え、何が？どういうこと？今はまだ知らなくてもいいよ。それでもね、さすがに二丁の動きに焦りを感じたんだろうね。八重田市長は苦し紛れの行動に出たようなんだよ。西之表市内にあるとされる40の団体に整備の是非を問うヒアリングを行うと発表したんだ。なんで今さらヒアリングなん？ヒアリングによって住民の意見を聞き、意見を集約して公表するということなんだけどね。はぁ？なんで今さらヒアリングなんだよ。自分の都合が悪くなったら住民に丸投げかよ。自分の意見はどうなんだよな。二つの小さな自治体としては自衛隊設備誘致に踏み切った大きな理由があるんだよね。それはやっぱり財源なんだ。国は防衛施設などを設置した自治体に対して交付金の名目で資金援助を行うことから、自治体としては財源が得られて独自の政策を行えるというメリットが大きいんだよね。やっぱりお金は大事だもんね。背に腹は変えられないからさ。うん。仮に自衛隊施設が馬毛島に誘致されたとするだろ。それに伴って交付される交付金や補助金は4つか5つの名目で交付され、億単位のお金が国から支給されるんだよ。それだけじゃないよ。自衛隊施設ができれば、自衛隊員がそこに住むことになるよね。馬毛島に自衛隊の宿舎や寮などが建設されればそこで働く人が増え、税収も期待できる。もちろんいろいろな施設ができればそれに対する固定資産税もあるよね。税収が乏しい小さな自治体にとっては、国からの補助金、交付金、所得税、固定資産税などの税収だけで自治体はかなり潤うことになるよね。そうだよな。基地ができればその家族も一緒に来るだろうし、若い世代も増えてお金も使ってもらえる。地元の商店も潤うことになるもんな。そうだよね。基地を作ろうと思えば建設の段階から、作業を行う人たちが滞在することになるもんね。その期間も考えれば経済効果は計り知れないね。そうだよね。これらのこともあって西之表市では賛成派の市議会議員や、団体からもこのままじゃ西之表市だけが置いていかれる、と危機感を訴える声が上がっていて、今からでも賛成に切り替えて西之表市にも自衛隊施設を誘致すべきとの意見が出始めていて、そろそろ西之表市も方向転換を余儀なくされてる状況なんだよね。あとは八重田市長がどう動くか。ってところだな。日本の防衛にとって馬毛島に自衛隊施設を建設することは重要なことなんだ。護衛艦出雲、加賀の軽空母化に伴い、艦載機の訓練場所を確保しなくてはならない。アメリカ海軍の空母艦載機の訓練場所として活用することで、中国へのプレッシャーを与えることにもなり、抑止力にもなる。訓練施設とは言いつつも当然有事になれば基地として運用されることだろうから、尖閣諸島にわずか5分ほどで到着できる位置に基地があることで、沖縄を叩きたいと思っている中国にとっては大きな障害になる。今のままだと尖閣諸島周辺は中国のやりたい放題。中国にプレッシャーをかけ続けるために馬毛島に、施設を早急に建設する必要があると思うんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。はい。雑学の時間だよ。さあ、今日はヘリポートについてお話しするね。ヘリポートに書かれているマークには H マークや R マークの2種類があるのを知ってた？この H マークや R マークにはどのような意味があるのか、どのような違いがあるのか、解説するね。まずは H マークなんだけど、これはヘリポートの頭文字から取ったものなんだ。H マークが書かれているヘリポートでは、許可申請を受けたヘリコプターが離着陸することができるんだ。ただ、H マークが書かれたヘリポートについては、どこにでも設置できるってわけじゃないんだよ。ヘリコプターが離着陸する際にかかる重量や負荷に耐えられる場所にのみ、H マークのヘリポートを設置することができるんだ。さらに、安全に離着陸ができるように、ヘリポートの周囲にヘリコプターの飛行を阻害するようなものがある場合は、ヘリポートの設置はできないんだ。そのため、H マークのヘリポートは離着陸の負荷に耐えられる地面で、何もない開けた平地の真ん中などに設置されているんだよね。次に R マークの意味を説明するね。R マークは、実はヘリコプターが離着陸することができないんだ。そのため、R マークはヘリポートによく似ているけど、ヘリポートではないんだよ。R マークはレスキューの頭文字を取ったものであり、緊急救助スペースという意味なんだ。
ヘリポートではなく、あくまでも緊急時の救助スペースであることから、ヘリコプターは R マークの上でホバリングしながら救助をすることになるんだ。R マークはヘリコプターの離着陸に耐えられないビルの屋上などでよく見かけるよね。ヘリコプターが救助に来たのに、離着陸の際に建物が崩れたりすると、二次災害が起きる可能性があるからね。この2種類のマークの意味から、最大の違いはヘリコプターが離着陸可能かどうかってことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。